んばんは、元男の子の青木かのんです。助けて、もう営みができないよ。はい、今日はですね、性別を変えるにあたって私がおちんちんを切り、いわゆる人工女性器が使い物にならなくなったという秘宝をお伝えする動画でございます。まずですね、私がなぜこの動画を出そうと思ったかというと、今までいろんな性別を変えた体験談とか話す中で私を参考にしてくださっていた元男の子予備軍さん、いっぱいありがたいことにいるんですけども、その方々にも向けてですね、こんな私みたいになっちゃいけないよっていう反面教師ですよね。まあ、だいぶ今ちょっとふざけたトーンで撮ってるんですけども、マジでやばいよっていうことを話していきます。何が起こったかとか、そして私の股間による葛藤をですね、話していきます。動画スタート。で、まずこういう系の動画って登録者さん以外の方も目に触れることが多い動画なんで、知らない人向けにも簡単に説明すると、おちんちん私は数年前に切ったんですね。そっから穴を体にほじくって、女性と同じように膣みたいのを作ったんですよ。妊娠とか出産とかそういうのを除けば、ほとんど女性と同じように、言わなければバレないっていうレベルで男性と営みができるんですね。その営みなんですけども、私は現時点ではほぼ不可能なレベルになってしまったっていうことなんですよ。あ、今彼氏は私いるんですけども、ちょっと前に彼氏と営みするのが恥ずかしくてあんまりできないんですよみたいないう動画出したと思うんですけども、まあ確かに恥ずかしいって気持ちあるんだけど、それ以上に私が悩むその人工股間の問題が大きすぎて、もうそれで、ね、結構営みに対してナーバスになっちゃってたんですね。もう一回言うんですけども、今の私の状況じゃ営みができないっていうか、もう入らないんですよ。ほんとさ、彼氏とあんまりちょっと営みが回数重ねることができないんですみたいな動画出したらさ、結構叩かれちゃったの。確かにわかるんだよな、彼氏の気持ちと考えれば。やっぱり愛を育むって行為はさ、お互いのさ大切な時間だと思うから、それを私がなんだろう、放棄してるように多分あの動画で伝わっちゃったんだよね。今回のこのことをちゃんと事前に伝えてなかったから。でね、私がやったそのおちんちん切る手術っていうのは性転換手術っていうんだけど、なんか男から女に変えることができる魔法みたいな感じで思われがちなんですよ。結構ネットでも書かれてるけど、そんな感じじゃない。はい。まあ、この話も何度も私の視聴者さんは聞いてると思うんですけども、新規の方向けにも一応話しておきますが、体に膣という名の穴を開けてるわけなんで、傷口なんですね。簡単に例えるなら、ピアスあるじゃないですか。ピアスってさ、最初開けたばっかの時って、透明のピアスつけません？穴が塞がんないように、傷口だから。それと同じで、私も股間の穴のところに、ダイレーションっていうもう透明なピアスのような、こんぐらいかな？棒をですね、毎日自分の股間に出し入れしなきゃいけないんですよ。やっぱ傷口だからさ、ピアスと同じように安定するまではいつ閉じてもおかしくないって状況なんで、もう常に1日数時間やるっていうのが鉄則なんですね。で、私も手術を終えた直後から半年間ぐらいは本当にこまめにやったの。確かに痛いっちゃ痛いんですよ。傷口にこうやって棒を出し入れしてるわけなんで、痛いし、もう不快感がすごいんだけども、100万以上かけてやった手術なわけだから、こんなところで負けてたまるかっていうのでずっとやったんですね。ただだんだんと回数を重ねられると傷口が安定していくんで、サボっちゃうんですよ。はい。サボるとどうなります？穴が塞がってしまうんです。まあ、ということもありまして、まあ、手術を置いてから、だいぶ私も期間が経ったのにもかかわらず、現在ですね、もうリアルな話をすると、直径2センチぐらい。ほんとこんなちっちゃい棒ですら、入らないの。いやいやいや、お前、自業自得じゃねえかやって言われると思うんだけど、ちょっとごめん、もう一回聞いて。やっぱ人には体質があって、穴が安定しやすい人、安定しにくい人っていうのがいるんです。私は、ピアス自分で開けた時もそうだったんだけども、おっつ、傷口が安定しにくい人だったんですよ。だから毎日この自分の人工股間に棒を出し入れするっていうダイレーション、傷口を常にえぐってるわけなんで病んじゃうんですよ。今日も痛いことしなきゃいけないんだなみたいな。まあ、ただ自分でこういう生き方を選んでるわけなんで、受け入れる前提で手術をしたわけではあるんですけども、やっぱり激痛なんですよね。なんか運動会とかでこけちゃったりとかするとさ、膝小僧がすりむけたりするじゃないですか。もうそれに手のひらでこうやってこうやってやってるようなものなんですよ。泣けてくるでしょ。そういうことがありまして、今までは毎日のようにダイレーションしてたのが、だんだんと3日に1回、1週間に1回っていう感じでスパンが空いていき、それに伴いだんだんと最初はこんぐらいの棒が入ったのが、なんかもうこれでもう痛い痛い痛いみたいな。でね、その先に待ち受けるのが放置か再手術なんですよ。もちろん私は今再手術を検討してます。
まあ、これも一応話しておいた方がいいんですけども、採血とかさ、すごい苦手な人いません？貧血になっちゃうみたいな。私、そういうタイプの人間なんですよ。フラフラになっちゃうの。で、自分でピアスを開けた時もぶっ倒れそうになって、それと同じで、ダイレーションしてるとなんかもう気持ち悪くなっちゃうんですよ。なんか寝っ転がらないとめまいがしちゃうっていう、こういうやつなんですよね。なんかこういう打撃の痛みだったらいいんだ。傷口をえぐるっていうのがもう気持ち悪くなっちゃって自分で。まあ、そういうこともあって、私はすごい遠のいていて、でね、周りにも同じように下半身の穴を安定させるえぐり作業、これに病んじゃってもういいやみたいな感じで完全に穴がもう閉じちゃったっていう人もいるんですよ。マジで？いや、性転換魔法って言う人いるけど、そんなことないぞと。死ぬまで股間地獄だわ。嘘のような話だけど、人差し指だけでもマジで痛いっていう、どうしよう。まあ、こういうこともありまして、去年の頭ぐらいから起きてですね、さすがにやばいなと思ってるけど、やっぱ手術がめちゃめちゃ怖いんでいけてないんですよ。虫歯を放置するような感覚で股間を放置しないでください。私はですね、このチャンネル立ち上げてから性別を変えた時の体験談とか、手術で下半身はこうなりましたみたいな、普通の女性とはこういうところが違うんですよみたいな、まあ、自分の体の秘密っていうか、まあ、そういうところをさらけ出してきたチャンネルなんですよ。やっぱ普通の女性とはやっぱり特殊な生き方をしてるわけなんで、まあ、それを話すことで性別に悩んでる人たちが、なんだろうな、この先どうしたらいいのかとか、まあ、そういった部分の目印になると思うんですね。私も中学校の時にネットでそういういうことを発信してくれる方がいたから、なんだろう、道を外さずに性別を変えられたっていうことがあるので、どの時代にも目印的な人が私は必要だと思ってるの。まあ、それにありがたいことに多くの元男の子予備軍さんもたくさん見てくださってるんで、そういった人たちが分かりやすく動画を出したいなっていうので出してたので、やっぱ人って彼氏とかできると、なんだろう、心境の変化みたいなのが起きて、今までは週 1,2 本とか出してた性別トークがだんだんと本数が減っていったんですよ。バラエティ動画とかもやっぱり多く出していきたいっていう気持ちもあるから、もちろん自分の意図的にやってる部分もあるんだけども、それ以上に本数が減ったなと思ったんですね。で、それはなぜかというと、やっぱりわたるくんも一人間なので、あ、わたると付き合っている人って、あの YouTube で自分の股間のこと話す人でしょみたいに、わたるが世間から見られる目を私は気にしてしまうようになっちゃったんです。まあ、それもあるし、コメント欄とかで、いや、かのんちゃん、あの今付き合ってる人いるのになんでこうやって股間のこととか話すのみたいな、わたるくんとのこういうエピソードとかも話さなくていいよって、またはそれとは裏腹に、私も将来かのんさんみたいに性別を変えたいんです、元男の子が男性と付き合ったらどうなるか、もう今のこの状況をいろいろ話せる範囲で話してほしいですっていう、まあ、結構板挟み状態ですね。で、私はしばらくはわたるくんの尊厳をですね保つために、あんまりわたるくんとの性別ネタを出してこなかったの。まあ、そういうこともあったんですけども、ここ最近わたるからですね、俺に気を使うのはダメだよ、もともと俺と付き合う前から YouTube にこうやって動画を出して仕事してたんだから、それは貫いた方がいいみたいな、だから俺のことは気にせずに目印になりなよって言われました。いや、普通だったらよ、私が逆の立場だったら、自分が付き合ってる人が俺との体験を何十万人に暴露してんのみたいな、まあ、そうなりますよ。でも渡るはそういうことは関係なしに、常に目印であれ、それで救われる人がいるんだったらそっちを取れって言ってくれたの。だから本当にもう、今までは週 1,2 だったのが、今もう1ヶ月1回とか、多くて2回とか。だってね、青木自身も中学生の時に椿彩菜さんっていう方がいて、その方が性別による体験談とかいろいろ話してるブログとかあったから、それで救われたんですよ。あの方がいなかったら性別変えられてないから、だからいつの時代にもやっぱり目印になる人は本当に必要なんだなと思って。それでしばらくですね、私は今回話した股間がほぼなくなりかけてるっていう、ちゃんと言っといた方がいいかなと思って。ダイレーションは大事だよ。はい、ということでですね、今回私が今まで言いたくなかったことを言ったので、これを機にですね、皆さんはこんな感じにならないでください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタンお願いします。じゃあインスタグラムもフォローしてね。さよなら。常識払って今飛び出すか